ひの言ったたになったねー川上さんがやってるドワンコっていう会社が一応 N 高っていうのあの高校で日本最大の高校なんですよ2万人の生徒がいてエベックスのマックス松浦さんもまあ普通に仲いいんですよ川上さんとガーシーさん LINE でやり取りしてるんですけどあのあと川上さんと話しましたが今はニヤニヤしてそうなんだっけなあのなんかそのメッセンジャーでやり取りして「ひろゆきの言ったとりになったね」みたいな書いて「お疲れ様でした」って送っときました えー、川上さんって人にののしられてるところしか見たことがないんですが、どんな人なんですか <laughs> あの、宮崎駿さんにののしられたりとかね、NHK の立花さんにののしられたりとかね、まあ、ののしられることなんですけど、あの、口下手なんですよ。<laughs> あの、その、頭はいいんですけど、あの、いろいろ考えて戦略を練って物事を進めるのは得意な人なんですけど、あの、話をするのが下手な人なんですよ。 ではその場その場で、あの、こう答えた方が、相手が納得しやすいなとか、視聴者はこれについてくるな、みたいなのが、瞬時に思いついて言えるかっていうと、言えないタイプなんですよ。なので、あの、まあ、わかりやすい例でいくと、あの、昨日、立花さんが、その中、社会に役に立つことを川上さんはやっているのかっていうので、で、あの、川上さんがやってるドワンゴっていう会社が、一応 N 高っていうの、あの、高校で、日本最大の高校なんですよね。2万人の生徒がいて、 で、あの、投稿拒否してる子供とかが、それによって N 校通うことによって卒業して、で、あの、ちゃんといい大学行ってますよって人もいたりするので、あの、社会に役に立ってるよねは、あの、他人の僕でも言えるんですよ。で、コメント欄にも N 校 N 校とかあったんですけど、あの、そういうのが思いつかない人なんですよ。で、あの、じゃあ友達誰がいんのみたいなので、ひろゆきしかいねえだろうみたいなの言われたんですけど、 あの、立花さんが友達として挙げてた堀江さんは、あの、堀江さんは川上さんと友人関係です。あの、堀江さんに聞いてみればわかると思うんですけど、あの堀江さん普通に川上さんと仲いいですよ。なので、川上さんは、いや、堀江さんは俺も仲いいよっていうので、じゃあ、すって言えばいいんだけど、でも川上さんは、なんか、これで友達っていうことで巻き込まれたら損する人がいるかもしれないっていう風うに考えて、多分言わなかったんだと思うんですよね。 だそのじゃあ、その、じゃあ、一緒に会社やってる夏野武さんとかも名前出せばいいと思うんですけど、でもなんか、それで夏野武さん名前出して、じゃあ、その、立花さんが、じゃあ、夏野武さんを攻撃するっていうふうになると、悪いよねっていうふうに多分考えて、名前出しても大丈夫そうで、攻撃されても気にならない人は、多分、広雪ぐらいしかいない。本当にそうなんですよ。な <laughs> ので、結果としていろいろ考えた末、広きしかいないという構造になったっていう。まあ、それはそうだよねっていう話なんですけど、 アクをかけないというのを割とね、ちゃんと気にする人なんですよね。ABEX の MAX 松浦さんもまあ普通に仲いいんですよ。で、あの、川上さんとガーシーさん、ラインでやり取りしてるんですけど、確か。で、それの連絡先はその松浦さん経由で聞いてるんですよね。なので、あの、友人でその ABEX の創業者の松浦正人さんいますよも言おうと思えば言える人なんですけど、 だからね、そういうこう、あの、他人の名前を出さないっていう、なんか、ある種のその、なんか、あの、まあ、正義感的なものと、あの、その、口論、討論で頭が回らないっていう部分もあったりするので、あの、川上さんの良さを引き出すのであれば、あの、ゆっくり理解をしてしゃべる相手と話すか、文章の方がいいんじゃないかなと思います、ね、本当ね、リアルタイム性に弱い人なんですよね。 ただその、ゲームボードの時はリアルタイム性強いんですよ。その、えーとね、自分の感情のコントロールがすごい苦手な人で、なのでその、リアルタイムで判断しなきゃいけない、こういうゲームですみたいなので、ボードゲームとかやるとあの超強いんですよ。ただ、その自分の感情とか自分の情報とか、要はゲームってリスクないじゃないですか。でもその まあ、カメラの前で誰かの他人の話をするとか、自分とか他の会社の話をするっていうのって、それを言った後にどういうことが起こるのかっていうのも、一通り計算してからじゃないと喋れない人なんですよね。で、僕は別にそのキャラクターとして、じゃあ誰かの名前出して、仮にじゃ誰、仲いいの誰ですかって言われて、じゃあ、あの、なんか、えっ、ー、と、黒光りしてる性格の悪いデブなおじさんがいて、みたいに言ってで、そこの黒光りしてる性格の悪いデブなおじさんに、そのなんか攻撃が行ったらかわいそうだよね、まで考えないんですよ。 別に行けばいいんじゃねえあいつダメージを負えばいいんじゃねえちょっとぐらい痩せるんじゃねえ精神病んだ方がとか思ってるんで。っていう風なのを考える人と考えない人。差があるんじゃないかなと思うんですけど。昨日川上さんに好感を持てました。N コーのこととか言わないってすごく気を使ってる感じがしました。Twitter で再生するとおっしゃってたのでやめてーと思いました。えー、立花さんは Twitter で川上さんってばっかだよってツイートしたので、ただ立花さんってばっかだよってツイートしたら決しててずるい人と感じました。えー、真面目で優しい川上さんは対象はあれですよね。 いや、だかカタリさんはね、ほんと人前で喋るの向いてない人なので、あの、なんであれやっちゃったんだろうなっていう、まあ、やっちゃった理由は僕も分かってるんですけど、その、結果あの、時差ボケで朝方暇だったから、あの、ツイッターやってて、で、あの、酔っ払ってて、二日酔いで感情的になってるから、あの、話進めちゃって対談することになったってで、なんかあの、その、ひろゆき、立花さんと対談しろよ的なのがちょこちょこツイッターで僕の方にも来ちゃったんですけど、 その、立花さんと対談したがる人の、なんか目的が僕、わかんないんですよね。誰かと対談したいとかで、例えば、その、この質問をこの人が聞いたら、どんなことを答えるんだろうっていう、好奇心とか興味とか、まあ、例えば、すごく頭のいい人に、なんかその、えっ、ー、と、じゃあ、エマニュエル・トットさんに、今後の世界情勢どうなりますかっていうのを聞いてみたいとかっていう、新たな知識が得られるとかならわかるんですよ。 割とその感情豊かな人とかに、そのなんか、えっ、ー、と、人生で一番楽しかったことかは何ですかとか、で聞いた時に、なんか、これ超楽しかったんだよっていうのを聞いて、あ、そうなんだとかっていうので、その知識があるとか、そのなんかこの人の話聞くの楽しそうとかっていうのがあるんだったら、会話をするのに僕はメリットがあると思うんですよ。で、その、昨日その対談の前に、あの、川上さんが挙げた資料に対して、立花さんは多分こう答えるよねっていうのを僕やってたんですよね。 であれ大体あってたと思うんですけど、立花さんのポジションであれば、こういうふうに答えられるよね、こういうふうに答えるよねっていうのって、大体もう僕、予想できちゃってるので、あんまりその予想を超えた面白い論理とか出てこないんですよね、なんで結局、これはごまかすだろうなとか、これは正直に言うだろうなとか、これはあの気にしてませんって言うだろうなみたいなのが、大体想定の範囲内になっちゃうんですよ。ですげー頭のおかかしな人とかだとだ 全然想定してないこと言ってくるので、逆に超楽しいってなるんですけど、一番さん、頭がいいがゆえに、合理的なことしか言わないんですよ。その合理的っていうのが人によっては、その非合理に聞こえるかもしれないんですけど、自分の目的のためには、こう答えるのが、一番短期的にはメリットあるよね、という合理性のもとに喋るっていうのが分かってるので、なので、なんか、何を聞きたいがないんですよね。で、もしあるとすると、現地を取りたいになるんですよ。 この現地を取ることで、じゃあそのあなたこう言いましたよね。じゃあこれをやってください。責任を取ってください。みたいな攻め方なんですけど、千葉さん嘘つきじゃないですか。<laughs> だからあの、嘘つきの現地取っても、あの、その時はそう思ったんだとか言うだけで、だからなんか嘘つきの現地取っても責任取らんよねっていうのがあるので、なのでなんか現地を取るの意味がないから、 だからどうなんだろうなと思って。で、一応僕今、立花さん嘘つきってなんで言ったかっていうと、立花さんが嘘つきじゃない、あの人は嘘をつかないっていう人が多分出てくると思うんですよ。で、あの、昨日の放送で、嘘つ、えっ、ー、と、昨日の放送の中で一つでも嘘があったら、立花さん死ぬって言ってたんですよね。<laughs> なので、あの中に一つでも嘘があったら死ぬっていう、すごい枷を折った状態なんですよ、立花さん。 で、これからじゃあ、あの中の話した情報というのが、いろいろと精査されていった中で、あれこれ、真実と違うんじゃないのっていう感じのが時に、果たして彼が死ぬのかっていう。<laughs> っていう、ほら、で、絶対死なないじゃないですか。だから、なんかね、そういう、そのなんか、死ぬのかみたいなのを言っちゃう人って、死にもしないから、なんかそういう、そのなんか、言葉が軽くて嘘をつく人と話しても、あんまり面白くないんじゃないかなと思うので、特に話をしたいと思う、その理由がないという感じですね。 別にあの、その、僕、忙しいわけではないので、あの、まあ、えっ、ー、と、先々日あれ、先週か。あの、車椅子で、なんか、エレベーターに乗ろうとしてトラブルになりましたっていう刺身ちゃんさんとか、話とかしてるんですけど、別にあの、僕が興味があって面白いと思う人の話する人は全然いいんですけど、なんか、興味もないし、現地が取れるわけでもないし、なんかその、で、真実が聞けるんなら面白いんですけど、なんか、適当なことを言う人の話聞いても知識が増えるわけではないので、 なので、なんか、デメリットしかないんじゃないかな、という気がしてます。まあ、あとね、その、えっと、相手のデマを言うことで、で、そのなんか、対談してくれたら、そのデマを訂正します、みたいなタイプの人って、相手すると、まあ、結局じゃあ、また、そのなんか、相手してほしいってなった時に、またデマを言い始めるっていうのになると思うんですよね。要は、あなたの言ってるこのデマを訂正してくださいっていうので、で、まあ、対談とかして再生数伸びるじゃないですか。 で要するにデマを言うと、こいつは乗ってくるから、それでプロモーションとか再生するようになるよってなっちゃうので、で、多分なんかじゃあ僕が一回それやったとしてで、じゃあなんかプロモーションしたいなって時期になると、またデマ言い出すと思うんですよ。で、じゃあそのなんか直すために対談しましょうって言われて対談してみたいになるので、なんでなんかその他人のデマを自分から修正しようとしない人っていうのは、なんか関わるだけデメリットになるんじゃないかなと思うんですけど、もう二度としませんっていうのも信用できないじゃないですか。 当時から今に至るまで誰とでもどなたでもあの対談をするっていうことを断ったことがありませんのでもちろんちょっと頭のおかしな人っていうかねあの再生回数上げたような人のやつは断りますけどもだから僕も断ってるんですよ再生回数上げたくて近寄ってくるおかしな人だと思ってるから僕は断ってます。<laughs> なので、再生回数を上げたい、頭のおかしな人を断って良いっていうルールだとすると、僕は立花さんのオファーを断って良いというルールになってしまうので、なんかその理由はちょっと違うんじゃないかなと。えー、ひろゆきさんの泣き声がベーシックインカムって本当ですか <laughs> まあ僕が夜中に泣いてるときはベーシックインカムって言ってますね。はい。僕だけじゃないと思いますよ。